リラクヤの花澤聖子です。今日はお腹のセルフマッサージをご紹介します。こちらのアロマテラピーで気持ちいい暮らしという本を参考にしました。ではまず蒸しタオルでお腹を温めますね。脇腹から腰の方に向かって4本の指で挟むようにして擦り下ろしますね。なで下ろして、この脇腹の肉が気になる方は揉みながらしっかりマッサージしていきましょう。やりやすいように基本はこのサイドを挟んで腰の方まで脇腹から下ろしていく感じですね。胸の方から腰の方まで、アンダーバストの部分から腰の方まで下ろしていきます。次に溝落ちあたりをこう撫でますね。このように反時計回りに撫でます。そして、中間というツボですけれども、おへそと溝落ちの真ん中ですね、この部分に中間というツボがあります。胃のトラブルや下痢、便秘に効果があります。あまり苦しさとか痛みがないぐらいに押してください。そしておへその周りを時計回りに回しますね。と手のひら全体でおへその周りを時計回りに大きく撫でます。その後、指幅3本分下、おへそから3本分下のところに肝源というツボがあります。こう優しく刺激しますね。ここは、子宮のトラブルですとか痩せすぎ、太りすぎ、冷えに効くツボですね。次に指先を当てるようにして細かく回しながら大腸の
底に沿って右下から上がって左に行って左下まで。便秘の方は繰り返してください。指先を押し当てるようにしてこの流れですね、右下から左に進んで下に下がる。上行結腸、横行結腸、下行結腸っていう流れですね。最後にお腹を温めて終わりになります。気持ちも沈めてください。ここでは立って行いましたけれども、座って行っても寝て行っても結構です。肩が凝らないように、やりやすいように行ってください。もう一度蒸しタオルで最後に温めますね。以上です。便秘や下痢、生理痛など、ストレスや冷えが、胃腸に来てるなとか、お腹が調子がっていう時には、お風呂の中でもですね、洗いながらとか温まりながらという形で、同じようにケアできますので、お試しください。ありがとうございました。